はいどうもシュータです。サンゴ州サーティンピーケーオネグンシ高校第3回やってまいります。前回ここ永安を孫権軍に奪われましてございます。魏呉蜀の三国時代には入っております。もう蜀はいつ滅ぼされてもおかしくない、そんな状況。呉の侵攻に対し高校停戦協定を結んだんでございます。しかし間に合わず永安は取られた、そんな状況でございます。永安という地名はですね、元は白帝城があったことで、白帝ですね、劉備が222年白帝城にこもるんですけども、そこで永安と名前を変えております。実際永安と呼ばれていた期間は短かったようですね。五冠の時代は白帝、その前はですね魚福なんて呼ばれてましたね。魚に福と書いて魚福でございます。永安と呼ばれていた時期を過ぎるとまた魚福に名前を戻すのでございます。まずは何しろ我ら蜀軍はですね、武将の質量ともにこの魏と呉には勝てないのでございます。何をじゃあ優先すべきかというと、呉と同盟を結びつつ富国強兵、富国強兵に励むのでございます。関係ないね。 OK タッカー、もっと危ないデカチンやってまいります。何がもっと危ないデカチンだ、何がデカチン立ち広しでバカタレが、どういうデカの立ち広しでバカタレがと、立ち広しと柴田強兵が怒ってやってくるわ。もう柴田がプロレスリング柴田参上、これちょっと落ち込んだ時に柴田っていう歌ってると僕すごく元気になるんですけどもね。そんなことどうでもいいんだ、まずはちょっと宴会でも開いちゃおうかしら。あら、お宝何もないのね。金100でいいわ、金100でちょっと宴会やるわよ。占いバー高校開くわよ。誰がゲイバーよ、今誰今ゲイバーっつったの。そういう呼び名やめなさいよ。あらもこちゃんいらっしゃい。今日は何入れる、ボトル、それとも私は入れないわ、入れられる方よ。やめなさい、そういうこと言うの。あ、龍禅ちゃんと、龍禅ちゃん、救いようがない後っていうことわざあるらしいわね、中国で。もう、龍禅ちゃんみたいなやつは救いようがねえって。諸葛亮でも救えなかったんだから、脅威じゃ無理だろって言われてるらしいわよ。まあ、バカ殿だものね、しょうがない。あら、二人しか来なかったの、二人しか来なかったの、どうなってんの、何よ、この人気の良さ。ひどい、宴に2人しか来ないの、どうなってるのかしら。あ、仲良しの陳志ちゃんは同盟に向かってるものね。ちょっと激戦線どうしたの、激戦ちゃん、激戦ちゃん隣のうちよ、私の隣の屋敷に住んでんのよ。どうなってるのかしらこいつ、脅威も来なかった、おかしいわ。お、高校どんどんですか、よく来てくれましたね。ちょっと脅威ちゃんちに遊び来たの。お、何出すの、キョイちゃん。養子にした縁石の子です。何女出すの、ちょ、キョイちゃん何考えてんのよ。私に女出しどうすんの、ちょっと、これどういうことよ、これ。何この子どうすればいいの、うちのゲイバーで働かせればいいの、この子。ゲイじゃないじゃないの、この子、女の子じゃないのよ。わかったわ、キョイちゃん。そういう嫌がらせね。私の前にこうやって女あてがって、どういう趣味してんのあなた、何高校殿のような素敵な方って、殿方じゃないの私。クックック、この乱世で武芸の大切さを知る聡明な娘さんではないか。なんで武芸の大切さ知ってんのよ、私武芸一よ、何言ってんの。それがしでよければ妻にしたくらい。ちょっと高校ちゃんやめなさい、もう こんなバカにされてるのに合わせなくていいわ。いや、これどっちの展開の方が面白いかしら、夫婦になった方が面白いか、いやどうなのかしら。いや、夫婦になる、宦官が夫婦になる、どういう営み。いや、これちょっと悩みどころだわ。って断り決まってんじゃないの、バカにして、冗談が過ぎるわよ、何言ってんの、ひどいわ、キョイちゃんって、あいつ。あれ、なんか学者が来たわ。サクシーの、セクシーサクシーの、高校様とお見受けする。これまた絶戦じゃないの。今度こそ勝ってやるわよ。
もう3回目はあんた絶対勝ってる今度さ。作詞高校 VS 学者知力85、高校の知力は54で弁舌1、これでは上がった方よ。やってやるわよ、ま、もし負けても経験入るから、ひと夏の経験よ。さあ何しようかしら。ここは一回無視で飛ばしてやるわ。私には無視があるのよ。こちらの方が大市長なんか知ってきて、あなたにできるのは挑発と反論のみ。大挑発来たら終わりだけども、これはやっていこうかしら。挑発、時は来た。ああ逮捕ちゃ、終わった終わった終わったわ。半分削られていく。さあ大反論で 100% 勝てるわ。これどんぐらい削られるん。あっちもうあまりにも鉛の減らなさにもう激神したわ今。さ主張で負けがない。いいな、それなる。盛り返せるかしら。いや全然足りないわこんなの。あと一発でどうやったら勝てるのこれ。大反論でいけるかしら。最後はよ、大反論大反論。ダメじゃん、ダメだわこんなの。あいつには勝てないわ。でも経験14も入った。作詞と呼ばれていても無知は無知、精進なされよ。気悔しい、もうまた呼ばれたわ。あんた何回言うのセットバカにして。あら、キョイちゃんが呼んでる。キョイちゃんのお手伝い、同じオカマじゃないの。頑張るわよ。ありがとうございます。いつの間にかキョイはオカマにされちゃってるが、ほら龍禅ちゃん一個空いてんじゃないの。振りなさい仕事。なんで振らないの。訓練しっかりしていかないとダメね。造兵使えるんだからちゃんと騎兵上げとかないと。あの突然すみません、先ほど急用ができまして荷運びをお願いしたい。指導まで。なに私パシに使うの。軍師なのにパシに使われるの私。しょうがないわね、民草のためを言ってやるわ。さあ指導に行くわよ。向かう。トロトロトロ。おや、そこにいるのは王昇州先生。昇州先生またなんか変な論文書いてんのかしら。何持ってんのあれ、左手持って。何あれ、地球儀かしら。あいつすごいわね。もうあの昇州先生は地球が丸いってこと知ってんのかしら。すごいわ、名産のなんかもらったわ。どんどん親近感上げて絆増やしていかないと。私能力低いの分かってるの自分で。さあお使いよ、無事に2を渡せたな。ほんとパシリもいいとこ。ちょっとここ方天画劇言ってんじゃないの。方天画劇4000、手が出ないわ。お金持ってないのよ私。クレジットカードで払えないかしら。出世払い、私出世するんで。ダメかしら。欲しいわね。でも方天画劇持ったところで武力9よ。やってらんないわこんなの。おっと魏軍慶意を制圧、環球圏も滅ぼされてしまう。おっとコースちゃんが助けを求めてるわ。コースちゃんは高賢の息子さんよ。感謝します。もうとんでもない忠義の死だわ。でも諸葛亮上昇の息子の諸葛亮がちょっと不甲斐なくてコースちゃん泣いちゃったの。私泣かせないわ。完璧に龍禅ちゃんを私が補佐するのよ。上昇でも脅威でもできなかった、補佐は私がやるのよ。何笑ってんのよ、できるわけねえって。何よ、やるのよ。だって滅んだ時私なんか真っ先に殺されるわよ。何の役にも立たねえ宦官ですもの。分かってんのよ自分で。やるしかないのよ、もう前に向かって倒れるしかないのよ。コスちゃん私に感謝ね。感謝というか感謝させられたわ。もう真っ白よ、何を言わせんのよ。もうさあ仲良しの円雲の手伝いよ。もみ手がひどいわな、あんたやめなさいその癖。報告。おと軍備充実の期限あと83日。やってるわよ、しっかりやってるわよ。こうやって手伝いもしてんじゃないのよ。一応言うから、軍備充実の、いや全然終わんないわこれ。83日で全然終わんないわこれ。なんでみんなこれサボってんのかしら。ちょ職軍サボり癖ひどいわ。京ちゃんに頑張ってもらわないと。だってなんでこの王兵とか陳士とか全然動かないのこれ。なんで指示出さないのこの子たち。まあ一回艦中に戻るわ。さあ戻んなきゃ艦中に。お艦中お艦中、山を抜けて山を抜ける、緑のオカマ、緑の中を駆け抜けてゆくオカマが降りて。やかましいわ本当に。に運んできたよ、もうパシリ行ってきたわ。ダチンが440円よ。何やってるのかしら私。ん、助けを求めてる、助けを求めてる声がするわ。キョイちゃん手助けしないと、ビシッと終わらせないと。軍備事実どうなりましたか。さすがよ、一発で終わるわ。キョイちゃん驚異的よあなた。
あなた仕事できるわね。もう一回振ろうかしら。もうバシバシ振ってやるわ、キョウちゃんに。お、コスちゃんが館中に来たわよ。やったわ。館中の表情勝手に怒られたのね、私抜きで。竜宮戦じゃ大丈夫。軍事、軍備充実いいわ。なかなかいいわよ。ただのバカじゃないわね。さあ、冬の論語交渉、さあどうなるかしら。1教員、2広告、取られたわ、教員取られたわ。3位が大来同士よ。この人は架空の人物で、あれですよね、異民族、いわゆる演技でいう南蛮。大来っていうのはなんかあれですよね、すごい適当な名付けですよね、これ。帯びてくるで、なんか一緒に来たなんか洞の主みたいな、適当な名付けですよね。あるいはあのガンダムの戦闘機、トリアエーズっていう名前で、トアリエーズって名前だったりするじゃない。あれと同じ匂いがするわ。あ、キョイちゃん、アトちゃんに褒められて、ずるい。この恩義忘れません。ずるいわ、私がだいぶ手伝ったのに。ここもボケずに大きな働きをした田代。田代、誰が田代よ。何取締役違反、取締役じゃないわ、何取締法違反で捕まってんのよ。やめてちょうだい、田代じゃないわよ。だいたい今クワマンよ、クワマン。私やってないんだから、ああいう五石さんとかいうシャブみたいなやつ。私麻薬中毒じゃないのよ。そうですね、この頃の麻薬、五石さんといいまして、肉屋の家臣将軍の孫のカーンが常習者で広めたなんていう話が有名でございますけども、まあ体に良くなかったらしいですね。まあ5つの石の酸という核だけあって、鉱物ですね、鉱石をいろいろ砕いて粉末状にしてなんか服用したらしいんですけども、まあ体温がだいぶ上がるようになる効果があったらしいんですよね。だからなんか冬なんかでもこう石に張り付かないと熱くて熱くてしょうがないみたいな。ちなみにですね、その熱くなる効果が得られないと死ぬって言われてたんですよ。そういう死と隣り合わせの麻薬なんですよ。その熱くなるのを散発と言いまして、その散発を起こすためにうろ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 歩き回る、運動して散発を促すという、これがですね、その散発を促してうろうろ歩き回るというのが散歩の語源だと言われているのでございます。これ結構有名な話なんで皆さんご存知でしょうけども、また宴会開くわよ。宴会、名品ってなんとか宴会できないかしら。名品を振る舞う、やっぱ酒よ、酒を振る舞わないとやっぱり来ないわ。いい酒で釣るのよ。よし、じゃあ私ドンペリ入れるわ、ドンペリのプラチナ。シャンパンタワー入れるわ、シャンパンタワー。ほら温度取りなさいよ、あれたち。シャンパンタワー作るわ、ドンペリのプラチナよ。いくらすると思ってんのこれ。さあ誰呼ぼうかしら、一番イケメン。どれ、これ、一番イケメンはキョイちゃんだけど、キョイちゃんはオカマって設定だから、そうね、一番酒飲まなそうなコースちゃん呼んじゃおうかしら。失礼します。ちゃんと来るのよ。よし来たわね、コースちゃん。今日の会場はなかなか良い趣向ですな、わかるかしら。お花いっぱいね、私生けてみたの、生け花できるのよ私。生け花、裏千家よ、裏千家。それ茶道じゃねえか、やかましいわよ。すぐ嘘がバレるのよ私。あら、かくよくちゃん来たの。かくよくちゃん、おもうこう先生また来て、ほんとスケベなあなた。変わりないか。お、ねえずいちゃん、どうも。お、激成ちゃんも来たわね。今回はちゃんと来たわね、激成ちゃん。隣にだから引っ張ってきたわ、もう首に縄つけて引っ張ってきたわ、もう。おう、平ちゃん、どう、登山の方はもう行かないわよね。そうよね、馬食切られたもの。こんにちは。お、京ちゃん来たわね。これはなかなか豪華になったわ。そして皇帝カッカッ、もうカッカッ。さあ楽しんでください。館中で宴会が催されました。これはなかなか豪勢になったわ。あの一番奥に鎮座されてるのが龍禅ちゃんね。あれドンペリタワーないじゃないの。誰のドンペリ盗んだの、ちょっと誰よ。ねえ、じゃあ、あんたドンペリ盗んだの。しょうがないから手伝ってあげる。しょうがないわね、甘えん坊なんだから。ちょっと使命もう一回見ようかしら。あと何、15日ってこんだけの量絶対終わんないわよ。なんでみんなサボるのかしら。まあ、人数自体が少ないのよね、職は。参っちゃうわ。もう全員絆結ぶ勢いでやってからダメね、これ。あ、達成期限過ぎたわ。もう言わんこっちゃない、もう全然ダメだよ。功績プラスゼロって、わざわざ言わなくてもいいんじゃないの。2品間まであと3000、頑張んないと。もうちょいだわ。
館中で表情を行う。その他も参加してくれんか。行くわよ、すぐ行くわよ。40日後ね。オッケー、必ず行くわよ。もう頑張っちゃうんだから。もう今度ちゃんと達成できるやつにしないと。春のロックを越しよう。ココちゃん4位じゃないのよ。もう4位じゃダメよ。もうちょっと頑張らないと。手伝いだけじゃダメだわ。あら、激しせいちゃん、どうしたかしら。なんとなく暇を持て余していまして、ブラブラとブラ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 股間のあたりを振っていたら、あれ、あなた、私ないからってそのブラ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 なんて、ずいぶん立派なものをお持ちなのね、激せいちゃんは。ちょうど仕入れた情報があるのですが、すぐそれこれ茶でも飲みながら、あれ、ナンパしてんの、あなあなた、おかもナンパしてんの。いいわよ、望むところはちょっとお茶飲もうじゃないの。ココの知力経験5上昇、何が起こったのかしら。おっと、超極ちゃんが、あ、私の知識試してるわ。これ難しいのよ、これ。義軍と護軍、近年活躍目覚ましい領有だが、今どちらが優勢か微妙だわ。微妙だ、これ。五の方が領土は広いわ。五かしら。義なのね、義なのね。26都市、都市の数まで飾らないわ。残念。災害実績マイナス5。結構稼いでるわね。結構頑張ってるな私。お、脅威ちゃんが私を招いてるわ。訪問しちゃいましょう。多忙ならか誘いに応じてくれて非常に嬉しく思いますぞ。仲良くしましょう、私たち。私たち仲良くしないと談話しちゃうわよ、その優しい笑い方。あなた、私気があるよね。ダメダメ、そんなの。もうこの罪作りなおかま。本日は表情の解説です。これ絶対行くわよ、これ絶対行くわよ。表情探しよう。はい、はいに二重丸。表情を始めよう。ご出席の5のところ、5を消して出席丸。さあ今回も気合い入れていくわよ。もう龍禅寺私の味方だから、まず状況確認よ。この隅に追いやられてる感、この権限が取れるから像が使えるだけまだマシよ。でも像も訓練度を上げてないと多分使えないわ。そこまで達してないわよきっと。あ、王兵ちゃんの言ったこと最もだわ。これは最もだけど、民心グイッと上げてるわね。龍禅寺はそれやってるわよ。もう私もそれやってるわよ。大丈夫かしらこの子。一番なんか簡単なの出してきたね。軍備充実よ。騎兵騎兵騎兵とにかく上げましょう。もうそれで行くのよ。提案。さあどうなるかしら。提案いたします。陛下、陛下、陛下、全員忖度じゃないの、あんた。もう陛下が上げたらもう全部もうイエスマンしかいないわ、ここ。もうしょうがない。さてこうなったか。今回はチンの案を採用する。チン、アイーン、このバカ殿が。もうやってるわよ、もう同盟。陳謝もうすぐね、今時計で言うと10時ぐらいだから、あと10分ぐらいで終わるってことよ。まだここ人いっぱいいるから、一回宴会やろうかしら。宴会、私のうちに呼ぶわよ。占い場高校に呼ぶわよ。どんぐらい集まるかしら。今回もう宴会しかやってない気がするわ。ちょっと猛攻先生呼んどこうかしら。絆結びたいわ。失礼する。さあ猛攻先生と各欲ネイズイ光数王兵激性脅威、そしてアートちゃまよし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 、いい宴会だったわ。ありがとうございます。このような会なら毎日でも。こんなに脅威と仲良くなると思わなかった。交換状態。さあネイズイも交換状態。参加した武将たちとの新規感上昇よ。こうやってみんなと仲良くして職を盛り立てるの。またなんか、いや、あら、すごいわね、すごいわこれ。とんでもねえナイスバディ、高翔みたいなの連れてきたわ。もうこうちゃん、何、俺よしよし、あんたの愛人でしょこれ。お盛り私にあげようって何考えてんのこれ。いや、とんでもねえわこれ。でもあら、どうしようかしら、これはとんでもない。これないはずのあそこがなんか古ぼっきしそうだわ。これどうしようかしら。いや、妻、いや、これはどうしよう。これとんでもないの連れてきたか、これ。あんな巨乳、もうここで断られたらもう二度と見れないわ。これが夫婦になる。
体だけども夫婦になる。さあココとモコちゃんの容姿が夫婦、考えのくせに夫婦になっちゃう。これ完全にこれ政略結婚、偽装結婚よこれ。仮面夫婦もいいとこ、何の営みも起こせないわこれ。この子知力すごいわね。87、伝授特技文化、文化上がってるわ。じゃあ私陳謝、交渉率やっと 82%。 もうちょいよ陳謝、頑張って。私言ってあげてもいいんだけど。あ、義とこ戦ってるじゃないの。呉が常用に攻め込んでるわ。これは陽子ちゃんの方が強いわよ。さすがね、ここに乗じて攻め込めないかしら。これあべこべに常用入っちゃったらどうなの。これあべこべにどうかしら、ダメかしら。それでも勝てないわねこれ。また来た、今度こそ勝つわよ。今度こそあんたの論戦勝ってやるわ。もうバカにして。知力57、ちょっと上がってんじゃないかしら。この知力57対知力85、やってやるわよ。今度こそ行くわよ。さあ最初はまず無視よ。まず無視でこちらが有利にこれで有利に動けるはずよ。なんかないかしら。大反論、大反論で負けないわ。よし行くわよ。あっちも大反論。それじゃ無視した意味がないわ。 100% がないじゃないの。大主張やられたら終わりじゃないの。でこれは主張出すしかないわ。時は来た。うわ、一応挑発で負けはないけど、あっちが挑発出してきたら私終わりじゃないの、うん、出してきたら終わりよ。もう何この、首の皮一枚じゃない。絶対勝てないわこんなの。絶対勝てないわ。もう無理無理無理。弁舌持っても負ける。くそ、こんな言いまかされるおかま。無知は無知、精進なさるよ。また言われたらくそ。いつだってあいつに勝てんのかしら。衛兵にだったら負けないのに。お金がないからちょっと酒場の依頼でも行っちゃうかしら。指導に行くの、また指導に行かされるわ。さあ馬行くわよ。馬に乗れるオカマなの。テッテッって、もう股間に響くこのあぶみの感じが、あぶみじゃないわ、蔵の感じがもうたまらないわ。この曲何かしら。ピロリーティロリッティッティロリオリティー、歌ってる場合じゃないよ。贋作師どこにいんの。どこよ贋作。あんた知る若者じゃないのよ。ええ、確か私が贋作を作りましてね、知る若者です。もはや逃げようもありませんね。あとは役人に任せて。 何よこれ。見つけて開き直って終わりかいこれ。なんでこの町だけこんな曲になってるのかしら。あ、大衆が猛角だから。どうしたんだ、これ猛角の曲なのかしら。えらい格好してるわねこれ。どこの州長さんよこれ。あの羽つけてたの。論議してみようかしら。お聞きよ。あ、話になるのね。何の話するのかしら。さあ環球圏の北兵落とされる。あと1個くらいじゃないかしら環球圏。あら、あと1個、上兵だけだわ。環球圏も積み、そして義と呉はもっと戦って消耗するがいいわよ。もっとここら辺からももっともっと兵出してくんないかしら。呉も随分兵送って頑張るわね。この隙に常用とか入ったら面白そうだけども。でも職はちょっと兵探が大変なのよね。離れすぎてんのよ都市同士が。これはもうやはりがっちり富国強兵していくしかないわね。関係ないで、もう柴田強兵はええっちゅうに。さあ漢中に戻るわよ。漢中に戻ってももうどこ行くのかしら。館長戻ったわ。あの贋作師が店頭で証言して、うちの店の信用はなんとか保たれました。それもこれも高校様のおかげです。本当にありがとうございました。さあ所持金が300増える、打賃が増えて、なんか買えないかしら名品。酒しか買えない、もう酒買うわよ。もう酒ばっかりみんなに飲ましてるからどんどん貧乏になるわ。陳謝の同盟さっきまで91%だったのに全然ダメじゃないのこれ。もうダメねこれ。あ、私行こうかしら同盟。もう陳謝の同盟待ったらもう停戦期間まで終わっちゃうわ。同盟行くわよ私も。自分で行くわこれ。解除解除も期日過ぎてるし。お聞きよ。構わん、あ、私がなしつけてくるわよ。これ選ぶところ一番後ろっていうの、一番ケツっていうの、もうやめて、その下ネタに持ってくるのケツ。お聞きよ。何ケツばっか出してると思って。ケツばっか出してたらもう1年の大半終わったみたいな話になってるわよ。失礼します。
どこいんの孫権。孫権今どこに、ずいぶん遠くいわね。遠い遠い。さっきの論考書2位取ったわよ。なんとか2位取ったわ。功績400、金500、ありがとない。報告、敵に寝返った者がおります。あら、ちょっと僧侶が五軍に寝返って何やってんのよあんた。お、冗談じゃない、こっちは人数少ないのよ。やられたわ。もう早く急がないと、これ同盟急がないと。やばいやばい、どんどん取られていくわよこれ。急いでちょうだい。どこ、どこ行くの。考慮、また一番奥にいるのね孫権は。意地悪だわあいつ。さあ着いた。長い旅じゃったわ。やってやるわよ。諸葛閣いるわね。あれちょっと待って、まだ、まずは交渉行かなきゃいけないの、ね、交渉を始め。交渉始め。さあここはもうサクッと通すわよ。もうここで決まることないのよ。よし、4パーまで行ってるわ。さあ諸葛閣のところに訪問よ。訪問訪問、誰が訪問よ。やめてそういうの、うん、聞いてちょうだい。口添えお願いするわ。賛同したのは山々なのだが、お願い聞いてちょうだい。私のお願い。ありがとう。ありがたい、ありがたい。同盟期日149日後、まだなんとかなるわ。危なくないわこれ。もう一回酒でもやってやった方がいいかしら。これで50を超えて、すまない、超えてからの口添え、これで一発でいけるはずよ。構いません。さあ行ったわ。すまない、これで二人。私の弁舌だとあと一人か二人は味方につけないとやばいわね。私の実力、私が一番よく分かってんの。さあこの文王ちゃんに頼もうかしら。すごい武力だわこの子。95もある。むちゃくちゃね。確か文金の息子かなんかよ。どうせ後々反逆の罪で殺されるような顔してるわね。話乗ってくれるかしら。論議乗ってくれると楽なんですけども、遠慮させて。ダメだわ、物で釣るしかないよこれ。物持ってないじゃないの。これはまずいわ。ほんと金がかかるわ。イケメンに貢ぐわ私。もう金なくなっちゃうわよ同盟結ぶので。武器あげるわよ武器。すまんな。よし、これでやっと給与で交換状態にして論議。よしよしよし。敵軍が我が領内に向け、おっとギガ艦中目指して174,000。まずいわこれ。ちょ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 、なんとかしなさいよあんたたち。なんとかしなさいよそれ。私はちょっと同盟やるわよこれ。同盟続けるわ。失礼する。ことこそなんとかしなさいよ。ちゃんと出陣すんのよ。いや任せてらんないわ。龍禅ちゃんだもん。任せてらんないわ。大丈夫かしら。全然防衛軍出さないけどこの子たち。大丈夫かしらこれ。こうなったか。これどう来るっての。艦中どう来るってのこれ。長安に集結してからってことね。私指示出すのよこれ。出兵よ。出兵の提案は採用されました。集結艦中清涼兵しか出せないよこれ。まだ像出せないの。全然像なんか出ないよこれ。どうなってるのかしら。まずいわこれ。落とされるわこれ。とりあえず出陣よ。必ずや勝ってまいります。何よ祝勇、すごい格好してるわなあんた。さあこっちは文王に口添え頼むわ。理屈はこうだ。まあ聞け。よし文王も来た。これで3人だ。いけるんじゃないかしら。これでちょっと行ってみるわ。最終交渉、この3人ならいけるわきっと。さあ聞いてちょうだい。盟友なるなあんた。文王で 24%、 孫位で 46%。 あこれちょっと足んないんじゃないかしら。諸葛閣で 72%。 これはまずい。絶戦誰が出るのかしら。また長所とか出たら大変なことになるわこれ。長所はさすがに生きてないか。誰が来るのかしら。ちょっと一回やってみるわ。俺が、お孫権自ら。あそれでも勝てる気はしないわ。知力90万じゃないの、あの皇帝。何あの自称皇帝、机切るだけじゃないわね。いや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 、しかももう半分減ってるわこれ。もう完全にギャンブルよこれ。どうギャンブルしてやろうかしら。は大変だ。あ大挑発来たわ。一撃死よ。こっちはもう一撃死やってらんないわ。また集めるわ。しょうがないわ。もう同盟締結あと82日。まずいわ。足りるかしら。一発で決めるためにあと二人ぐらい口添え欲しいわねこれ。折衝やって最大20日。20日はもったいないわ。
もったいない。ダメよそんなの。ここでなんとかやっていくしかないわね。宴会よ。やっぱり宴会で行くしかないわこれ。宴会何日かかるの？5日ならまあそんなに日数減らないわ。さあ誰が来るかしら。私の武道酒ロマネコンティで文を。お、結構来たわ。結構来たわ。あ、尊敬まで来たわ。何やってんの あんたたち。これで親近感上昇。また来た学者。おい学者、どこまでもついてくる。あんたストーカーね。私のファンじゃないかしら。やってるよ。もう今度こそ、今回3度目の正直よ。もうやってるよ。もう舌で やるわよ。ペロ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 。知力上がってるわな私。59。今度こそ勝つわよ。もうこれギャンブルで行くしかないの。あいつは絶対大挑発で来るわ。大挑発に勝てる。主張で行く。よし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 、ハマったわ。これ引き悪いわね。引き悪いわこれ。ダメだわこれ。ここは無視よ。こういう時のために無視よ。大反論で来る。あいつは大主張を出したいはず。大反論ね。挑発来るな。よし来た。よし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 、よし今度こそ勝てるわよ。負けなし。大挑発負けなし。でもあっちも大挑発で来る。ここは相打ちになりそう。相打ちリナフルジャンプ。おおフルジャンプ。よしよしよし、もう一個無視あったらここで勝ち確なのに。これ大主張出してくれば勝ち確ね。ギャンブルだ。うん、反論同士。しかし勝った。ついにやったわ。あの学者に勝ったわよ。知力85倒してやったわ。知力経験53上昇。高い高い。これどうなんかしら。いや、ためになる話だった。感謝いたす。それだけかい。知力経験5。これで合わせて58だわ。そんなことやってる暇ないのよ。何やらせてんの。孫陣の神経感50までいったわね。この孫孫チンチンめ。やらなきゃハドソンチンチン。何それ私もな、頭おかしいのかしら。おかしいわよ、もうとっくにおかしいわよ。おかしくなかったらこんなおかまの実況なんかしないんだよ。しないんだよってな。構いませんぞ。さあ賛同した。あと一人から欲しいわね。交渉の体制はだいぶこちらに。最終交渉で孫剣道の説得できる。それが難しいから困ってんのよ。もう一人いけないかしら。孫剣口添えできないかしら。よく来たな。口添えはないわ、君主だから。損したわあんただって。無駄に日数過ごしたわよ。主席ね、主席。主席は主膳の子、義理の祖父に主治。いい家系ね。そんなに能力は振るってないわ。統率が80あるぐらいよ。結構評価は高いはずなのにパラメーター低いわね。まあそんなことどうやっていいのよ。あんた口添えしなさいよ。宝物あげようかしら。宝物持ってないかしら。あら持ってないわ。強欲なやつなのに論議聞いてくれるかしら。即申し訳ない。ダメだわ。しょうがないわ。もう宝物買ってきたわよ。やるわよ宝物。お宝やるわよこれ。さあこれで交換状態。こっからよ。こっから論議をかけてこれで結構ギリギリね。で口添えよ。さあ口添えしなさいよ。よし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 。すまない。だいたい職軍言われてるけど、私たち官よ。正当な官王室よ。職職言わないでちょうだい。まあでも分かりづらくなるから 私も職って言うしかないわもうさあこれでいけんじゃないかしら。あと65日。いや一回殺生を入れてもいいかしら。でもここで20日失敗できないわね。殺生を入れて何とか解き伏せてもう一人味方につける。なんこの文官って。なん文官って誰。名もなき文官。でも知力名もなき文官の方が高い。さあやってるわよ。勢い向こう。結構な勢いね。相手は大挑発出したいと見たわ。こちらは大主張でまずギャンブルよ。さあどれ。あ主張まあ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 勝ったからいいわ。よし大挑発負けがない。よしよしよし、格上に勝っていくわ。大反論負けなし。よしいけるわよ。大挑発負けなし。お解き伏せたわ。勝つし。絶戦私強いのよ。さあこれでだいぶ勢い
着いたのでいけんじゃないかしら。最終交渉。ずいぶん机が並んでるわね。あいつこれ全部着る気かしら。さあどんぐらい上がるか見てみましょう。このような趣味に触覚、おお 100% いったわ。ずいぶんはしょられたわね。触覚近くどんならごめえってはしょられたわあいつら。よしよしよし、ずいぶんあえてるわね孫健ちゃん。うん、気持ちがいいのかい。よいぞ。しょうがないね。さあ諸軍の勢力指名達成だ。やってやったわ、私がやったのよ。これは功績たんまりもらえて。おっときた、三品官から二品官昇格、特権もついちゃって。特権だけじゃないんじゃね、ついちゃうのは。おちんちんが戻ってくるぜ。ちゃんと外して取ってやんのよ、あれはお宝物よ。余計なこと言わないでしょ。ありがたい。さあ個々の功績がプラス2200、二品官になりました。給料上がったわ、800。都督に就任可能、来るかしら都督。職と語による36ヶ月同盟締結。艦長にて職軍の表情を行われました。軍備充実、かしこまりました、かしこ。さあで、あとは攻めてきた技能状況がどうなってるかね。これ来てんのかしら。まだ来てないわ。まだ来てないけど、こいつは来んのかしら。いや五上限で止まってるわね。こいつは何を考えてるのかしら。そして常用の戦い、うん、これは5が取るわ。5が取る。深夜も5が囲む。これは攻め時なのに、これなんとか常用出らんないかしら。これ、まあ、間に合わないっていう可能性大ね。まあこれは様子見しかないわね。なんとか攻めに転じて長安取りたいわ。義軍の総勢が4万に5万、6万、6万ってとこね。んしばし自ら言ってるわこれ、怖え。さて次回長安に攻勢かけられるかというところ、こうご期待でございます。今回はありがとうございました。